はいどうも委員長ですじゃあこの動画ではね、えー、この選挙、解散総選挙ですね、衆院選、えー、この選挙をあのお話をこの、ねえー、見ていくんですけども石破さんほらこの間昨日かおとといかな、うん、最初やんでって、ね、半月前かな、うん、9月半ばぐらいまでは、ねえー、やらない言ってましたよねでもなんかこの実際に負担を開けてみたらすぐやるなるべく早期に 10月27日とかって言ってましたっけねあ、言ってたじゃないですか。うん。だからそれもな,なんかもうツッコミ入れられてますけども、えー、この即、うん、突然なんか全言撤回して、この解散・総選挙を言い出した理由っていうのが、一応2つぐらい挙げられてるのかな、まあもう何個かた確かあったと思うんですけども、まあ、大きそうな、うん、ああ、 なるほど、そうかもしれませんねっていうのが2つほどあって、まあ、それをまあ見ていくと同時に、いや、待てよと、でも今のこの閣僚、この石破内閣のこの閣僚たちのこのメンツ見て、自民党さんは本気でこれで勝てるつもり、勝てる見込みあると思ってんのかっていうね、選挙弱すぎだろ、これじゃって。まあ、界隈では、まあ僕もそう思いますけども、片っ端から落としたらいいんじゃないですか。むしろね こいつこんなことやってたこんなやつなんですよっていうのをわざとこのなんか表舞台に引きずり出して、ね、今までなんかこのね裏でコソコソやっててね目立たなかったやつが分かりにくかったやつがねさすがにさ一応肩書きでなんとか大臣ってついたらさ、うん、多少は注目浴びるじゃんえこんな人いたんだみたいな人もさねだそう考えたらそういうやつらをねうん あの落とさせるためにわざとなんか表舞台に無理やり舞台に引きずり上げたのかなそんなことはしねえかまあそういう機会に我々有権者が使えばいいんだよ利用すればいいんだようんまあちょっと見にくいですけどねちょっとなんかその一覧,、うん、一覧表みたいなのがあったんでまあ <laughs> そうそうたる <laughs> 分かってたけどひどいメンバーですよねうん いやもう片っ端から、ねうん、こいつは通しちゃいけない落とさなきゃいけないリストにしか見えないんですけど、うん、ただ、この石破さんどうかな、僕も好き嫌いを言うつもりはないんですけどこの、えー、っとどれぐらい前だろう石破さんが防衛大臣やってた頃って覚えてる方いらっしゃいますかね。 あの頃の石破さんってなんだろう確かに喋り方はあんま変わらないのかもしれないなんか話が長いっていうのはなんかあんま変わらないのかもしれないですけどもそらあの原稿を読まずにね自分の考えを自分の口で確か喋ってたと思うんですよでも今違くないですかなんか読まされてますよね まあそれをさておき、言われているその選挙を急いでいる理由がまあ今回取り上げさせてもらったのは2つなんですけども1つはこの石破さんがねこの前言撤回してこの即解散・総選挙をする理由としてえとこの森山さんあ、あ幹事長ですよねえにえ維新は泉谷枝野だと無理だけどね野田とだったら組める。 時間を与えると維新と立憲の選挙協力が進んでしまうまだそれが全然できていない今やれば、ね、絶対勝てると、えー、まあなんかね <laughs> そういうんかこの耳打ちされて決断され、えー、したんじゃないかしたんじゃないかっていう話ですかねうん分かってる範囲内で、ねえー、見るとじゃあ維新、えー、今の維新と立憲が協力したところで っていいううのはまあ確かかにそうかもしれないですねただ自民も大概評判最悪かもしれないですけど維新は維新でズタボロでしょう。くまねえだろうと思いますけどね。うんまあ、火を置いたらねあちこちからこのボロが出てくるような状況のとこばっかなんでまあだからこのクソマスゴミどもは、ねえー、マスゴミなりに特にこの今の,この、えー、新しい、ね、新政権、新内閣。ね 特にこの新閣僚それぞれねどこのドイツが何かスキャンだ。ルあそれはもう早速一発文春砲を食らってるアホがいましたね、あのなんか平将門みたいな字書く人何だっけな、なんか収賄チックな金絡みの話だと思うんですけど、まあちょっと後でね、まあ時間があれば詳しく見ていってもいいんですけども、まあ、だからなんかこの探し回ってると思うんですよね。う なちょっとなんかこの観測気球みたいな、ね、この飛ばしまくるっていうなんかそういう状況なのかもしれないですよね。であと2つ目のもう1個の理由はこれあの自民党内部の話ですかね、まあ、石破さんがあやたらとこの解散をこの急ぐのはあこれ昨日だかおとといだか映像って見た方いらっしゃいますかねこの記念撮影するときにこの麻生さんがこうなんか嫌がって断ってこのどっか行っちゃうっていうそういう映像。<laughs> 一応さ名誉職とはいえ,、ね、え党最高顧問なわけでしょ、うん、それがなんかこのね内閣総理大臣、ね、閣僚たちで記念撮影しましょうよっていう時にそれ断ってどっか行っちゃうってよっぽどだろうって、まあ、それも一つの根拠に挙げながら要はこの内部が全然まとまってないと例えば麻生さんあるいはこの誇示、えー、したこの高市さんとかコバホークさんたち 党内からの反発が、もう我々が見て、ね、分かんない分も含めたら、相当強すぎて反発が、もう政権が持たないからだと。だからもうこの,この内閣、この政権でどうにかこうにかっていうのはもう鼻から考えてなくてっていうね、うん、<laughs> まあ、<laughs> なきにしもあらずってた感じですけども。だってね 一応ね、自民党のこの党、ね、最高顧問でしょ、麻生太郎、最高顧問が役員会の直後のね、石破さんたちとの,この記念撮影を拒否しちゃいましたからね、うん、まあ、まとまるもんもまとまってないのはなんとなく想像つきますけども、ただ、言っても、なんだろうそのあ、僕の勝手なこのイメージとしてね、 だから今がチャンスだってってこの高橋さん、この麻生さんたちが、この打倒、ね、この頭角に動く、その必要すらないと思うんですよね。こんな右往の衆でさ、うん、てめえの財布の中身しか興味がねえようなポンコツ揃いで。まあ今までも大概そういう人山ほどいましたけども、なかなかないぐらいのこのポンコツ揃いだと思うんで、もう内部からもう瓦解していくと思うんですよね。勝手に、ほっときゃ。だから、 その隙に、例えば高橋さんもそうだし麻生さんもそうだし、他同調してない人たちはあ、茂木さんとか加藤さんとかコバホーク陣営ですかね、まあ、それぞれの,この基盤の見直し、あるいはこの今、名前を挙げた人たちで連携取れるのかどうか、取れるんだったら強化するとかね、そういうなんかこの自分たちは自分たちでなんかこの足場を固めるとか、そういう準備をしとけばいいんじゃないの。 っていうか当たり前すぎませんねえ、本人からしたら、どいつもこいつも涼しい顔して平気で裏切りやがるような、ねそもそも総理が平気で後ろから打ち込んでいくのを、このなんか、ね良よしとしていたようなやからですよ。うん。誰がついてくんだよって思いますけど、まあ、本気で自民党終わるぞってなってるんじゃないですかうん。多少なりとも危機感を覚えてる人たちは、その選挙で勝ってっ、てその先も見てる人たちってことですよ。 選挙がそもそも危ういようなやつはもうむしろ落ちてる落ちていい落とすべきうんというかもう石破内閣は全員さ中国に亡命してくんねえかな <laughs> もう日本に居場所ないからうんだからできればこの主犯指名は全員欠席っていうのをちょっとね見てみたかったんですけどねまあいいでしょう、えー、今回は以上です